はい、マッシーでございます。えー、今回はですね、うちのこの四畳半に、えー、ジャズ評論家、そして、えー、熱心なオーディオファイルとして有名な寺島康国さんが、えー、いらっしゃったお話でございます。はい、実はですね、このジャズジャパンという月刊誌があります。 発売元はですね新興ミュージックエンターテインメントということで昔あのヤングギターなんて雑誌を買ってたことがありますけどもそちらが発売元になっているスイングジャーナルの系譜のジャズの月刊誌のようでございますこの雑誌にですね寺島さんがマイルームマイオーディオっていうことでマニアのお宅をですね訪問する連載を持っていたのであります その連載をですね、ディスクユニオンさんがこの単行本にまとめた本を最近出しています。マイルーム、マイオーディオですね。この本がとても面白かったんですね。ガリガリのオーディオマニアだけでなくて、あのミュージシャンの方とか、いろんな方のお宅をですね訪問するですね記事でとても面白く読みました。100人に迫る方のですね、訪問がすでに終わっておりまして、私、ちょっとひらめいたんであります。そろそろですね、えー、訪問先を探すのが一苦労なんではないかと。 そしてあの編集部にですねお声をかけしましたうちの四畳半に是非おいでくださいっていうふうにそしたらしばらく経ちまして OK が出まして今回ですね寺島さんがうちの四畳半に来ることになったのであります、えー、実はですね寺島さんとはかなり前から面識がございますうちがですね10年前にオーディオラックを販売を開始した時に寺島さんの目に止まったようで早い段階でですね購入いただいたんですね で、その後ですね、寺島さんが持っているミュージックバードの番組ですね、それにご招待いただいて、私は出演した経験がございます。多分ですね、あの、オーディオラックなんか出しちゃったノリやっていうことで、寺島さん異端児が大好きですから、あの、目に留まったんではないかと思っておりました。今回のですね、私のテーマはですね、失礼ながら、 オーディオマニアとしてはかなりですね異端に当たる寺島さんをですねこの私のようなステレオサウンドの申し子のような成功法のオーディオが迎え撃つというまあそういうですねテーマを挙げておりました、えー、当然ながらですね何を聴いてもらうかっていうのがですねとてもポイントになります、えー、実はですね当初はですねこういった名盤ですねこの名盤でと選曲だけ個性を出したような選曲をして聴いていた,いただこうかなと思っておりましたデューク・エリントンそれからマイルスですね それと、寺島さんがお嫌いなこのエリック・ドルフィー。エリック・ドルフィーでも、こんな曲ならよくないですかっていうまあ選曲をしてお聞かせしようと思っておりました。えー、しかしですね、インターナショナルオーディオショーの寺島さんのセミナーで、すりですね、この見えるオーディオとこう提唱しているですね、空気感とかその定位っていうところありますけども、定位重視のですね、そういうこう聞き方っていうのをですね、その洗礼を浴びてしまいまして、作戦をですね、変更することにいたしました。 えー、とは言いながらですね私の大好きなこのリッキー・リー・ジョーンズのまあイージー・マネーぐらいからまあ聴いてもらおうかなと思ってこれを一発目にかけてみましたその後ですねおそらく聴いたことはないであろうこのビリー・アイリッシュですねビリー・アイリッシュのですねまあある曲をかけてこれってもうジャズの女性ボーカルって言えば そううじゃないいですかみたいに攻めようと思ったのであります、えー、ところがですね早い段階でですねご自身がまあ作った寺島レコードのこういう CD をね聴きたくなっちゃったみたいでこれをかけることになりました、えー、私としてはですねおそらくなかなかの音がするなと思って早くご自身がよく分かってる CD の音をですねどんな音で聞こえるかっていうのをね確かめたくなったんじゃないかと勝手に推測しておりました聴、えー、いている時にですね中低域がお多めだなっていうことを指摘されましたこれはですねクラシック もよく聞く聞私としては自分でも意識していることですねやはりオーケストラでですね下の支えは肝心なんでどうしてもうちの音は中低気がですねちょっとちょっと厚めになっているんじゃないかと自覚している次第でございます話がです、ね、あっち行ったりこっち行ったりする中でですね私が切り札として持ち出したのがこのアルバムなんでございますカウントベイシーのですね「観察シティ7」ですね これは実は実ですね、あの寺島さんの本でカウントベーシー聴くんだったらビッグバンドばっかりじゃなくて小編成のやつが面白いよっていうのがあったんですねそれにですねそうなんだと思って買って聴いて気に入ってた一枚なんでありますちょっと触りだけやってみますねこんな感じのすごくユーモーラスな曲なんですねカウントベーシーはですねオルガンを弾いています これがですね、見えるオーディオだっていうことで、とてもですね、あの、褒めていただきました。そしてですね、これはあの、スーパーツイーターのおかげなんだと。ちょっと外してみてくれと、実験が始まりました。そして外すとですね、確かにまあ、全然違うんですね。私はこのスーパーツイーターを、クラシックの時にですね、ハーモニーとか、リアリティ、実在感ですごい効果だなと思ってたんですけども、ジャズでも明らかにですね、効果があるってことをですね、改めて知らされたような気がしました。 そしてですね、この辺へのこだわりがまさにこの見えるオーディオの寺島ワールドの世界なんだってことをなんだか体感してすごく分かったような気がいたしましたその後ですね駅前のイタリアンでですね、ワインと軽食を楽しんでオーディオとジャズの話でですね大変楽しい一日になりました84歳お元気です年を重ねてもですね丸くならずにです、ね、バトル好きしっかりとした足取りでお帰りも電車で帰っていきました 私の方はですね、翌日、腰痛が再発しまして、情けないです。あのタフネスぶりをですね、見習わなくちゃいけないなと思いました。えー、いずれですね、吉祥寺のですね、ご自宅にぜひですね、行ってみたいなと思った一日でございました、えー。間違いなくですね、このオーディオ会を面白くしてくれている寺島さん、ありがとうございました。えー、最後にもう一回ですね、この本とても面白いんで、読んでみてください。ディスクユニオンが出している、えー、マイルーム、マイオーディオでございます。ありがとうございました。